大学2年生の夏休みに知り合いの田舎へ着いて行った「ぜひ一緒に来い」というのでそうしたのだが電車とバスを乗り継いで8時間もかかったのにはうんざりした知り合いというのは大学で出会ったオカルト好きの先輩で。 俺は師匠と呼んで異憲したり、小馬鹿にしたりしていた。彼がニヤニヤしながら来いというのでは、行かないわけにはいかない。結局、怖いものが見たいのだった。県境の山の中にある小さな村で、 標高が高く夏だというのに肌寒さすら感じる垣根に囲まれた平屋の家に着くとおばさんが出てきて親戚だと紹介された師匠はニコニコしていたがその家の人たちからは妙にギクシャクしたものを感じて 居心地が悪かった。あてがわれた一室に荷物を下ろすと、俺は師匠にそのあたりのことをさりげなく聞いてみた。すると彼は、遠い親戚だから、というようなことを言っていたが、 さらに問い詰めると白状した。本当に遠かった。尻の座りが悪くなるほど。遠い親戚でも、小さな子供が夏休みにやってくるといえば、田舎の人は喜ぶのではないだろう。 しかしかつての子供はすでに大学生である。ほとんど連絡も途絶えていた親戚の大人が、友達を連れてやってきて止めてくれというのでは。向こうも気味が悪いだろう。もちろん、遠い血縁など、ここに居座るためのきっかけに過ぎない。 要するに怖いものが見たいだけなのだった非常に非常に肩身の狭い思いをしながら俺はその家での生活を送っていた家にいてもすることがないので大抵近くの沢に行ったり 山道を散策したりして、とにかく時間を潰した。師匠はというと、持ってきていた荷物の中の大学ノートとにらめっこをしていたかと思うと、ふらっと出て行って、近所の家をいきなり訪ねては、その家のお年寄りたちと何事か話し込んだりしていた。 俺は師匠のやり口を承知していたから何も言わずにただ待っていた二人いるその家の子供とまだ一言も会話をしていないことを自嘲気味に考えていた六日目の夜ようやく師匠が口を開いたわかったわかった本当にうるさいな もう教えるって六条馬の部屋のふすまを閉めて布団の上にあぐらをかくと声を潜めた「墓地埋葬法を知っているか?」と言う「要するに」 土葬や町葬、土着の再葬から政府が管理をする火葬へとシフトさせるための法律だ。と師匠は言った。人の死を習族から取り上げたんだ。この数日山をうろうろしていて、 墓が割と新しいものばかりなのに気がついたかと問われた気がつかなかった確かに墓地は見はしたがこの辺りの集落はかつて一風変わった葬祭が行われていたらしい。 もちろん知っていてやってきたのだろうその上で何かを確認しに来たのだドキドキした聞いたら後戻りできなくなる気がして家は寝静まっている豆電球のかすかな明かりの中で師匠がいた 死人が出るとダビに伏してその灰を畑に撒いたらしい参加した土地を中和させる知恵だねそのこと自体じゃない江戸中期までは死者を埋葬する習慣自体が一般的じゃなかった。 死体は捨てるものだったんだよ。寒さが増してきたようだ。夏なのに。この集落で死体を灰にして、畑にあっさり負けたのには、さらに理由がある。 死体をその人の本体、魂の座として認めていなかったんだ。本体はちゃんと弔っている。死体から抜き出して、抜き出すという単語の意味が一瞬分からなくなった。 この集落では葬儀組のような制度はなく、葬祭を取り仕切るのは代々伝わる呪術師。シャーマンの家だったらしい。木と呼ばれていたみたいだ。死人が出ると彼らは死体を預かり、 やがて本体を抜かれた死体が返され、親族はそれを燃やして自分たちの畑にまく。まかれた本体は木箱に入れられて、木が管理する石の下にまとめて埋められた。 いわばこれが墓石でソレに対する弔意やがれ払いはこの石に向けられたわけ彼らはこの本体のことを御身と呼んでいたみたい年寄りがこの言葉を口にしたがらないから 聞き出すのが大変だった師匠がこんな山の上に来た理由が分かったその木箱の中身が見たいのだそういう人だったこの習慣は 少し山を下った隣の集落にはなかった。近くに浄土宗の寺があり、そのダントだったからだ。寺ができる前はとなったらわからないけれど、どうやらこの集落単独で、ひっそり続いてきた習慣みたいだ。 その習慣も、墓地埋葬法に先駆けて、明治期に終わっている。だから、この集落の墓は全て明治以降のものだし、ほとんどは大正昭和に入ってからのものじゃないかな。 その日はそのまま寝たその夜生きたまま木管に入れられる夢を見た次の日の朝その家の家族と飯を食っていると そろそろ帰らないのかというようなことをアンに言われた帰らないんですよ箱の中を見るまでは心の中で思いながら味のしない飯を書き込んだその日はなんだか薄気味が悪くて 近くの川で一人日がない一日ぼーっとしていた。僕はその木箱の中に何が入っているのか。そのことよりも、この集落の昔の人々が人間の本体を一体何だと考えていたのか。それが知りたい。 僕は知りたくない。でも想像はつく。あとは、どこの臓器かという違いだけだ。僕は腹のあたりを押さえたまま、瓦の石に腰掛けて、水を跳ねた。 村に侵入した遺物を子供たちが遠くから見ていた。あの子たちは、そんな習慣があったことも知らないだろう。その夜、牛蜜時に、 師匠が声を潜め「行くぞ」と言った本堂のそばに川屋のような屋根があり下に鉄の錠前がついた扉があった「福蔵だよ」 どうも木箱の中身については当時から庶民は知らなかったらしい知ることは禁忌だったようだそこが奇妙だと師匠は言うその人をその人たらしめるインテグラルな部分があるとしてそれが何なのかを知りもせずに手を合わせて また恐れるというのは、やはり変な気がする。それが何なのかを知っているとしたら、それを抜いたというシャーマンと、あるいは木箱を石の下から掘り出して、服蔵に納めた当時の住職もか。 師匠がごそごそと扉をいじり、音を立てないように開けた。据えた匂いがする地下への階段を、二人で静かに降りていった。降りていくときに、階段がいつまでも尽きない感覚に襲われた。実際は、地下一階分なのだろうが、 もっと長く果てしなく降りたような気がしたもともとは御山から頂戴したなけなしの経典を納めていたようだが今はその主人を変えていると師匠は言った。 異境の汚れを収めているんだよとささやくような声に一瞬気が遠くなった鉱山に近い土地柄に加え真夜中の地下室であるまるで冬の寒さだった 俺は、薄着の肩を抱きながら、師匠の後にビクビクしながら続いた。ペンライトでは暗すぎてよくわからないが、思ったより奥行きがある。壁の両側に棚が何段もあり、主に書物や仏具が並べられていた。 それは一番奥にあったヒヒヒヒという声がどこからともなく聞こえたまさかと思ったがやはり師匠の口から出たのだろうか厚手の布と 青いシートで二重になっている小山が奥の壁際にある。やっぱりやめようと師匠の袖をつかんだつもりだったが、なぜか手は空を切った。手は肩に乗ったまま動いていなかった。師匠はゆっくりと近づき、 布とシートをめくり上げた木箱が出てきた大きい正直言って小さな木箱から小さな肝臓の干物のようなものが出てくることを想像していたしかしここにある箱は少なかった 三十はないだろうその分一つ一つが抱えなければならないほど大きい嫌な予感がした木箱の浸食が進んでいるようだった石の下に埋められていたのだから 折り出しときに箱の手をなしていないものは処分してしまったのかもしれない師匠がそのうちの一つを手に取ってライトをかざしたそれを見た瞬間明らかに今までと違う鳥肌が立った 存在な置かれ方をしていたのに、木箱は全面に、墨書きの経文でびっしりと覆われていたからだ。女瀬家紋、一仏在、社栄国、義術期孤独音、予備大陸衆。 千二百五十人句。師匠がそれを読んでいる。やめてくれ。起きてしまう。そう思った。ペンライトのかすかな明かりの中で、師匠が嬉しそうな顔をして、指につばをつけ、 箱の口の胸問をこすり落とした他に封印はないゆっくりと蓋を上げた俺は怖いというか心臓のあたりが冷たくなってそっちを見られなかったうっ というくぐもった音がして、思わず振り向くと、師匠が箱を覗き込んだまま、口を押さえていた。俺は気がつくと出口へ駆け出していた。明かりがないので何度も転んだ。それでももう、そこにいたくなかった。 階段を這い上り、わずかな月明かりの下に出ると、山門のあたりまで登り、そこでうずくまっていた。階段を這いずり、どれくらい経っただろうか、師匠が傍らに立っていて、 青白い顔で、帰ろうと言った。結局次の日、俺たちは一週間お世話になった家を辞した。またいらしてね、とは言われなかった。もう来ない。 来るわけがない帰りの電車でも俺は聞かなかった木箱の中身のことをこの土地にいる間は聞いてはいけないそんな気がした。 夏休みも終わりかけたある日に、俺は奇形の人を立て続けに見た。そのことを師匠に話した折に、奇形からの連想だろうか。そういえばあの木箱は、と口走ってしまった。ああ、あれね。 あっさり師匠は言った木箱で埋められていたはずだからまずないだろうと思っていたものが出てきたのにはさすがに来たよあぐらをかいて眉間にしわを寄せている。 俺は心の準備ができていなかったが、構わず師匠は続けた。城を化したエイジが崩れかけたもの。か。それが中身。かつて埋められていたところを見たけど。 沼地でもないしさらに木箱に入っていたものが白化しているとは思わなかった最もっとも白化していたのは26体のうち3体だったけどエイジ俺は混乱した グロテスクな答えだったそのものではなく話の筋がだ死人の体から抜き出したもののはずだったからもちろん産死した妊婦限定の総裁じゃないあの土地の総裁の全てがそうなっていたはずなんだ これについては、僕もはっきりした答えが出せていない。ただ、間引きと奪捨てが同時に行われていたのではないか、という推測はできる。間引きも奪捨ても、今の日本にはない。 想像もつかないほど貧しい時代の遺物だ。死体から抜き出したというのは嘘で、こっそりまびいた赤ん坊を、家族が差し出していたと。じゃあ、やはり、当時の土地の庶民も知っていたはずだ。しかし、 言えないだろう、木箱の中身を知らないという形式を取ること自体がこの葬祭を行う意味そのものだからだところが違う違うとばかりに師匠は首を振った。 順序が違う。あの箱には、すべて生まれたばかりの赤ん坊が入っていた。年寄りが死んだ時に、都合よく望まれない赤子が生まれてくる。ってのは、変だと思わないか逆なんだよ。 望まれない赤子が生まれてきたから、年寄りが死んだんだよ。遠曲な表現をしていたが、要するに積極的な奪捨てなのだった。嫌な感じだ。やはり、グロテスクだった。この二つの葬儀を、 同時に行わなければならない理由はよくわからない。ただ、岸方の口を減らすからには、行く末の口も減らさなくてはならない。そんな道理があそこにはあったような気がする。 どうして死体となった年寄りの体から、それが出てきたような形をとるのか、それはわからない。ただただ、深い土着の囚族の闇を覗いている気がした。そうそう。 その総裁を司っていた木の一族だけどねまるで完全に血筋が途絶えてしまったような言い方しちゃったけどそうじゃないんだ最後の当主が死んだ後その娘の一人が集落の一個にとついでいる そういうい師匠は今までに何度も見せた人間の闇に触れた時のような得体の知れない喜びを顔に浮かべたそれがあの僕らが投流したあの家だ つまり僕の中にもそういうように師匠は自分の胸を指さした。<music>